洋楽歌おう。シニアの洋楽歌い方講座へようこそ。このチャンネルでは往年の洋楽を楽しく歌いながら発音を学ぶをコンセプトにお送りします。今日の動画を最後まで見れば、日本人が苦手とするある発音がバッチリ意識できるようになります。ファンキアコって誰よという方のために、先日自己紹介動画を作りました。こんな感じで見てくださいね。動画説明欄に目次がありますので、好きなところから見てください。ではいよいよ本題です。今日のテーマ、日本人が最も苦手とするうちのある発音、まあ R と L とか TH とか V とか、日本人が苦手とする音っていうのは他にもまあたくさんあるんですけれども、まず簡単なこの発音から始めたいと思います。なぜならカタカナレベルで意識するだけですぐに変化がわかるからです。じゃあその発音とはズバリ二重母音です。二重母音なんじゃそりゃって思われましたでしょうか。まあ、二重母音とは読んで字のごとく母音が2個続く音ですね。えい、おい、あうなど母音が2個続く音。例えばこんな単語ですね。歌の歌詞にもよく出てくる感じの、まあ、こんな単語もありますよね。こんな風に読んじゃってませんでしたでしょうか。で、プレイ、オープン、イエロー、赤で反転させたところが二重母音のところなんですね。だから day, play, open, yellow っていう感じになるわけですよ。で、さっきのこれは great じゃなくて great。 意識したことありましたでしょうか。英単語には二重母音がたくさん入ってるんですよ。で、日本人は二重母音がなかなか苦手だと私は思ってます。なぜ？はい、ここでまずは私の体験談を聞いてください。数年前オンラインレッスンでのこと、先生とこのことについて話してたんですね。まあ、言わずと知れたこれですね。英語圏の方はこういう風に読むんですよ。あのケンタッキーじゃなくて。で、私がそのように発音したら、先生からその発音違うよってダメ出し来まして、まあ、ファンキアコはえってちょっと驚いちゃったんですね。で、先生がうん、こうこうだからねって。で、それ聞いて、ああ意識してなかったなって、ちょっと自分に腹が立っちゃったんですよ。発音にはね、あの人一倍ちょっと気をつけていたみたいなところがあったんですけれども、それでも先生からダメ出しを食らったと。結果的には教えてもらってよかったって思ったわけです。私はこういうふうに発音しました。はい、何が問題だったかもう分かりますよね。はい、この音をこういうふうに書くわけですよね。ここの部分が二重母音なわけですね。ってことは K ではなくて KFC ではなくてKFC っていう風に発音しなければいけなかったわけです。で、再びここで二重母音って何ぞやってことなんですけども、はい、えい、おい、あうなど母音が2個続く音です。日本語にも実は似たようなものがあるんです。でもそれは二重母音というよりも二連母音という感じですね。読んで字のごとく母音2つの連続。例えば、愛とか、恋とか、追うとか、会うとか。英語よりも一音一音をはっきり発音するという特徴があるんです。英語の場合と言いますと、一つの音のように発音するんですよ。例えば、I という、私という単語があったとしたら、あいという感じではなくて、あいという感じですね。はい、この単語の場合は、この部分が二重母音なので、でではないですね。で、いでもないですね。でいという感じになります。はい、ここの部分が二重母音で、プレイではなく、プレイという感じですね。先ほどのこの4つの単語ですけれども、伸ばすのではなくて、この赤のところが二重母音なので、day, play, open, yellow というふうに二重母音をきちんと発音するっていうことが大事なわけです。で、日本人は二重母音がなかなか苦手です。再び、なぜということで、ズバリ日本語でも伸ばして発音してしまう癖があるからです。例えば、英語、映画、時計、経営、王様、通り、道路、総理などなど、その発音違うわって指摘してくれた先生ですら、先生っていう風に発音しますよね、伸ばしちゃってね。その他にもよくある単語としては、こういう単語があります。また歌詞にもよく出てきますね。カタカナ英語としてはこういう風に伸ばして発音しがちですよね。 Snow, Slow, Window、 この赤い部分が二重母音なので、 Snow, Slow, Window でちゃんと二重母音の音を発音しなくてはならないということなんですよ。例えば歌詞によく出てきがちな
あなたも私もみたいな、そういう言葉ありますね。 Both you and I なんですけれども、 BO の O のところは O っていうふうに発音しなければならないわけです。はい、その他にも実は伸ばして発音するんではなくて二重母音で発音するんだよっていう単語があります。まあ、簡単な単語なんですけども、でよく歌詞にも出てきます。実際は赤い部分が二重母音で Hold, Mode, Roll, Shape, Space, Stranger というふうに発音するわけですね。伸ばす発音ではないんだけれども、二重母音というものを今からちょっと紹介しますね。赤いところが二重母音で、その部分を追いというふうに発音します。 Voice, Noise, Join, Oil, Coin, Toilet。赤い部分が二重母音で I と発音するものですね。 Tie, Lie, Pie, Cry, Try, My。 日本人は二重母音が苦手で、それはですね、日本人が英語が下手って言われてしまう大きな原因の一つ、理由の一つだと私は思います。ちゃんと意識しないと日本語の癖が出てしまうわけですね。通じるかもしれないけれども、ちょっとなんかダサい感じっていうか、だらしない感じなので、今回しっかりこの二重母音を意識することを覚えて、かっこよく決めましょうということです。先ほども申し上げましたが、英単語には二重母音がたくさん含まれています。そして日本人は二重母音がなかなか苦手、英語を発音していて、あれなんだか英語っぽくないなーみたいな感じがするときないですか？私はね、結構あったんですよ。それはもしかすると二重母音のせいかもしれないんですよ。二重母音は英語らしいサウンドに欠かせない要素なんですよね。英語ってなんか聞いてると、すごくなんかバウンバウンバウンってリズミカルじゃないですか。で、それには二重母音の音が大事な要素なんですよ。だからこれが足りないと、どうしても平坦な響きになっちゃうんですよね。二重母音をものにして、英語らしい響きで発音しようっていうことなんですよ。あなたの英語はきっと変わります。ここでファンキーアコが二重母音を練習するためにドンピシャな曲を見つけてきました。その名も Hello Goodbye by the Beatles。 なぜこの曲を選んだかってことなんですけれども、身近な単語が多くて、まあ簡単なんですよね。まずはここで歌詞を見てみましょう。はい、これがまあ大体ね、こんな感じの単語が使われてるよっていうものなんですけれども、じゃあこの中で二重母音を含んだ単語がどれくらいあるか、赤で示してみますね。はい、どん。なんと、ざっと 90% 以上の単語が二重母音を含んでるってことなんですよ。どんだけですよね。はい、ここで、Let's practice。あ、でもその前に、この曲で出てくる二重母音の単語をちょっと紹介しますね。まあ、比較的ね、簡単な単語ですよね。っていうか、まあ歌詞は簡単な単語でできてますよね。で、この赤で反転させた音がまさに二重母音の音なんですよ。 I と発音するのはこの単語になりますね。 I, Y, Hi, Goodbye, Time。 A と発音するのは Say, May, Stay、 Stay じゃなくて Stay。 O と発音するものは Hello, Don't, No, Low, No, Go。 Go って伸ばすんじゃなくて、Go、 No っていう風に伸ばすんじゃなくて No、 Hello って伸ばすんじゃなくて Hello。 低いっていうのは Low ではなくて Low。 はい、じゃあ実際の歌詞で見てみましょう。読みますね。 You say yes, I say no。 はい、ここで注意するところは、まあ、二重母音、二重母音のところにはその音のアルファベットを書いておきました。緑の線が引いてあるところは続けて読むところですね。くっつけて読んじゃうところですね。リンキングと言いますけれども、You say ですね。You say、ここ A ですね。Yes。You say yes。その say と yes の E がくっついて say yes みたいな感じですね。で、I say no ですね。I say no。O っていう時は、O っていうよりも、O。Oh みたいに、Oh、Oh みたいにするとネイティブっぽい感じが出ます。One, two, three, four. You say yes. I say no. You say yes. I say no. はい、できましたか？読みますね。You say stop. And I say go.Go, go. 二重母音に気をつけて、
で、このストップなんですけれども、同じ O でもこれはあという、ちょっと口を大きく開けてああという発音の音になります。なのでストップじゃなくてスタップ、スタップ。今はまだやりませんが、この ST という部分なんですけど、ここは母音が入ってないんですね、 S と T の間に。ということはスとじゃなくてスッ、スッ、スッという音にアップがくっついて、スタップ、スタップという感じになります。この and と I がくっついて、and I、and I みたいになります。and I ですね。で、say は A が20母音。で、go は go、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 go っていう感じですね。one, two, three.Oh, you say stop, and I say go, go, go. You say stop, and I say go, go, go. はい、できましたか？次は、oh, no. Oh, no ですね。両方とも、oh, oh の母音ですね。二重母音ですね。Oh, no, みたいにするとネイティブっぽいですね。はい、次いきます。読みますね。You say goodbye, and I say hello. なんですが、これはですね、先ほどの and I また出ましたね。Hello は O が強くなります。Hello っていう感じですね。あの黄色で書いたこの E が逆さまになったような音っていうのは曖昧母音というもので、ここはあんまりはっきりと発音しないんですね。だから、への部分は、ふ、ふ、ふっていう子音なので、ふに、うっていう曖昧母音。際立ってない音ですね。う、う、う。で、それに、ろ、ろ、ふ、ろ、ふ、ろ、ふ、ろですね。じゃあ、ここ行きます。one, two, three, four. You say goodbye, and I say hello.You say goodbye, and I say hello. で、次が、hello, hello, I don't know. これが曖昧母音ですね。で、hello, hello, O が強いですね。hello, hello, don't, don't, don't じゃなくて、don't, don't ですね。二重母音なので、don't, don't。で、この、No, no, もう no ではなくて no, no ですね。One, two, hello, hello, I don't know, hello, hello, I don't know. では次いきます。Why you say goodbye, I say hello ですね。Why の I, you say の A, goodbye の I.One, two, three, four. Why you say goodbye? I say hello. Why you say goodbye? I say hello. はい。で、次も同じ繰り返し。Hello, hello. 曖昧母音ですね。I don't know why you say goodbye. I say hello. で、次が。I say hi. You say.Low. これは二重母音が続くという感じで、I say hi, you say low ですね。言ってみます。One, two, three, four. I say hi, you say low. I say hi, you say low.ちゃんと二重母音発音できてますか？はい、次ですね。はい、読みます。You say why, and I say I don't know. 一緒ですね、これもね。まあ、繰り返しになりますね、これも。One, two, three, four. You say why, and I say I don't know.
You say why, and I say I don't know。 この don't、don't もこの D という音がですね、すごく特徴があるんですね、英語は。日本語だとド、ドって感じなんですが、英語になるとこの D がD、D、D ってすごく強く出るんですよ。だから don't、don't ではなくて don't、don't、don't っていう感じになります。これなかなか難しい音ですね。また別の曲でね、これ集中的にやる予定です。はい、そして Oh no ですね。はい、これも And I と I my boy で You say goodbye And I say hello ですね。次 Why が6回出てくるところがありますね。 I の二重母音だから Why 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 って感じですね。 Do you say goodbye goodbye bye 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 で、次ですけれども、You say yes。 say と yes がなんかくっつく感じで You say yes。 で、その時にコーラスで I say yes って言ってますね。 I say yes。 I say no のところ で I say no の裏でコーラスが But I may mean no って言ってますね。 But I may mean no。ここで注意するのは、この but I のところが but I、but I みたいになります。この t がラみたいな音になるんですね。l のラ。but I may、but I may、but I、but I っていう感じですね。but I may mean no。mean の n とその最後の no の n がくっつきますね。mean no ですね。But I may mean no. で、次が You say stop. You say stop の裏で I can stay って言ってますね。I can stay. で、stay も A が二重母音。And I say go, go, go の裏で Till it's time to go っていう感じですね。Till it's, till it's のところがくっつきます。そして It's time, it's time. It's の S と time の T がくっつきますね。And I のところは And I, and I 一緒ですね、これね。Oh, no, no. じゃあここで通して歌ってみましょう。Let's sing along together, okay? One, two, three, four. You say yes. I say no.You say stop, and I say go, go, go. Ooh, oh no. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. I say hi, you say low. You say why.And I say I don't know. Ooh, oh no. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello.Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Dun 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 dun. Why? Do you say goodbye? Goodbye. Bye. Do do. Oh no.
You say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello.You say yes, I say yes, I say no, no. You say stop, I can't stay, and I say go, go, go. Ooh. Oh no, you say goodbye, and I say hello.Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. You made it! ということで、二重母音がクリアになりましたか？今日は O の音は O で紹介しましたけれども、先ほども、まあ、ちょっと申し上げましたが、同じ O の音でも、スタのように O ではなくて、あよりの音で発音する音もあります。他の単語で言えば、日本語で言うと、クロス、クロス、クロスとか、コピー、カピー、カピーですね。O の部分を O じゃなくて、あで発音する単語があります。まあ、英語ってね、そういうところがちょっとね、統一感がなくて、ちょっと面倒だなって思うところあるんですよ。で、またここで驚愕の事実が発覚。カタカナ英語の伸ばすっていうところも実は統一していないんですよ。例えば、この間私この単語初めて日本語で聞いたんですけども、サーベイという意味かって言いますと、測定や調査を意味する言葉。英語ではよくこの単語をね、見聞きしてるんですけども、まあこういうふうに書くんですけど、英語をついつい伸ばしてしまう、二重母音をついつい伸ばしてしまうという癖があるとすれば、サーベって書くはずだと思うんですよ。ね。それが、この部分ではサーベと、ちゃんと二重母音で表現されているっていうところがすごい不思議だなと思って。で、他にも、これね、とついつい伸ばしてしまうという癖があるとすれば、プレイステーションって言うと思うんですが、実際には、プレイステーションって言いますよね。日本語でもね。で、ここの部分がちゃんと二重母音で言われてるわけですよ。日本語でも。だから不思議だなぁと思って、よくわからないなぁと思うわけですよ。ということでですね、少しずつやっていきましょう。いろんな歌詞に当たっていくうちに、この単語は二重母音で発音するとか、この単語はね、さっきの O のように、あよりの発音で発音するとか、まあ他にもいろんな法則があるんですけれども、そういうのをだんだんと覚えていけばいいです。Take it easy ですね。The next song is、はい、次回は Stand by me。Stand by me を解説します。で、今日学んだ二重母音もたくさん出てきます。プラス、新たな発音をやっつけろということでですね。ちょっと私リサーチしまして、いろんな方、日本人の方が歌っている、この Stand by Me の曲を YouTube 動画いろいろちょっと聞いてみたんですよ。そうしたらもう、これはぜひとも伝えたいというものがあります、今。新たな発音をやっつけろということで、ちょっと2作目の動画にしてはですね、辛口でお送りすることになっちゃうかもしれません。ぜひぜひシニアの方にお伝えしたい。発音なので。発音の仕方なので。次の曲も楽しみにしていてください。歌の発音のコツは歌だけにあらず、英会話や音読にも活かせます。発音記号など小難しいことはちょっとだけこっち置いといて、まあちょっと今日使ったんですけどね、発音記号ね。わかりやすく楽しくをモットーにお届けします。見ているうちに知らない間に発音が上達。あなたからのリクエスト、要望、コメント、何でもお待ちしてます。往年の洋楽の名曲を一緒に歌いましょう。この動画がいいねと思われた方は、いいねと動画を見逃さないように、チャンネル登録もお願いします。Don't miss it! See you soon! Bye!